第21回新しい資本主義実現会議に対する意見。令和5年8月31日公益社団法人経済同友会代表幹事新名光義。新しい資本主義の実現には、継続的な賃金上昇、成長領域での民間投資の拡大により、各層にモデレートなインフレが続くとの認識を醸成して、将来に対する期待値を高めていくことが必要である。期待に伴い、個人消費や企業の投資意欲が高まり、民需主導の持続的成長、その結果としての財政健全化という好循環へとつながる。上記の認識に基づき、本日の論点について意見を申し上げる。1働きたい人は誰でも生涯現役で働ける社会環境を、生産年齢人口を64歳以下とする世界の常識を超えて、誰もが生涯を通じて健康で、高齢になっても生き生きと活躍できる日本の姿を書き、国民に将来への希望を抱いてもらうことが期待値を高める上で重要。その上で、労働供給の不足が制約条件となる中、働く意欲のある人は誰でも存分に働ける社会環境の整備が急務。高齢化と介護分野の人手不足によってビジネスケアラーの増加も懸念される中、ヘルスケア領域のイノベーション創出と AI データ利活用を加速するために、規制制度改革を大胆に実行すべき。新たな産業基盤の形成や良質な雇用機会の拡充につながるとともに、未病予防による健康な高齢者の労働市場参加、現役世代の介護負担の軽減など、経済全体の強化につながっていく。令和5年8月31日、岸田総理は、総理大臣官邸で第21回新しい資本主義実現会議を開催しました。会議では、賃金や投資を含む成長と分配の好循環の進め方について、議論が行われました。いつまで働かせる気だよ。ジジイの警備、本当に増えたなぁ。早く仕事辞めたい。老後働くなくても安心して暮らせる社会じゃないのかよ。悪いけど60で引退。あとは悠々海外暮らしします。そういや年金の物価スライドで機能してんの？年一回見直しだろ。この短期間のインフレを想定してないやろ。そこは異次元の資本主義でいけよ。ピンピンならいいけど、ブラック雇用だからな。24時間働けますか。老後は国に頼るなということだが、投資の無税枠を爆増させたのは賞賛に値する。年金なくても安心だな、お前ら。老後くらいはゆっくりさせてくれよ。まったくだよ。もう、年金破綻するんが確定的やし、固有表現用いてごまかすしかないんやろうな。舐めてんのか。海外でちまうぞ。俺は勝ち組だから働く必要がないんだよな。定年を迎えても働かないとダメな奴は何が楽しくて生きてるの？そもそも産まなければいいんだよな。無意識にそれを実践している少子化は正義。アメリカでは80歳でも90歳でも、私はこの仕事をこなす能力があります。といえば、ともかく即採用される。ただしそれがハッタリで実はその仕事をこなす能力がない、とみなされたら、30歳でも40歳でも直ちに解雇。60歳過ぎて働く場所見つけれない人は農家の手伝いでもすりゃいいんじゃね？欲しがりません丸沼では。無理というのは嘘つきの言葉なんです。マジで大企業じゃないと、いくら中小で努力しても無駄だからな。中学時代の同級生43歳が下請けにいるけど年収400万しかないと聞いて驚いた。俺の勤め先の新入社員より低くて笑えないわ。既婚者で子供もいるから卑屈になるのもわかるわ。早く若い肉体に移植できるようにしろよ。これ、生涯全盛期の体力も健康もないと思うので生涯現役と言われても不安しかない。そういう意味じゃないといいな。現代は金が入りすぎる。各国からの少子高齢化に対する労働力施策の問い合わせに、現役世代を80歳まで働かせるから大丈夫と回答しているらしいじゃない。そんなこと言っての格差。腰の少し曲がった老人が未だにガードマンやってるの見ると悲しくなるけどな。こんな年まで働かなきゃならんのかって思う。農業の80代なら現役バリバリ。まさかこの俺がこうなるとは。例えば同級生が早々に引退して悠々自適で毎日遊び暮らしてたら羨ましいけどね。少ない年金で仕事もなくて節約生活するぐらいなら仕事がある方がありがたいよ。生涯奴隷人生や夢と。自分たちの世代が生涯現役とか言われたら絶対キレてるよな。21回も会議をやった結論がこれ。今までの人たちは老後に働かなくていいから年金積み立ててきたはずなのにおかしいね。シルバー人材センターで短時間の仕事もらうんだよ。草むしりとか、ゴミ拾いとか、駅の自転車並べとか。争奪戦じゃねえの今でも。将来もっとないと思うわ。誰でも生涯現役で働かされる社会の間違い。これからは賢く稼がないといけない。誰にでも平等なベーシックインカムをだろ。不平等な年金はやめ。丸沼で働かなきゃ食っていけんことのどこに希望があるんだ。もう年金廃止してくれ。どうせ払い損になるし、若い現役世代には年金支払いの負担金が大きすぎる。それに国民年金より生活保護の方がお得。もらえる金額と医療費 NHK 受信料無料特典なんだから。ほんとね、年金の定義自体壊れてるよね。老後なし。通貨今より少子化加速させるつもりか。
生涯働かないと生活できないなら子供産まなければ一人3000万円浮くよね。その金で隠居生活した方がよくね。普通に。ふざけんな、何歳まで働かせる気だボケ。派遣したりフリーターしたりの。わい人生終わり。老後の生活を楽にするために貯めたお金を当てにせず働けって。それもう年金じゃないよね。もう老後は生ポの方がよくね。ワークアは無理せず生ポがすでに最適解。生涯年金のみで暮らせる社会なら希望も持てたかもしれんな。というかそういう理想を持って今までの人は払ってたんだけどね。どこ行くにも送迎付きで、買い物はほぼ全て嫁か秘書かか政府がやってるような生活の政治家と官僚が、自分らは70でも80でも議員やってるから庶民もやれ、という地獄のような発想。どこ見て政治やってんだろ。国民のことは一切考えてないのは確か。インフレが続いて高騰していったら働き続けないと何も買えなくなるよな。こんな通帳残高の数字が上がることしか喜びを得られない社会なんて、ジジイになるまで生きてなんか意味あんのかと思う。民主主義とかずっと機能してなかったんだよ。シルバー世代が牛耳って、次のシルバー世代に任せてあとは知らねが続く。これはあるね。働けると働かされるの違いわかってる？日本は資本主義ではなくて、資本家主義な。金持ちがより声太るためだけのシステム。資本主義は元からそういうもんだぞ。働いていたお金よりも、相続とか汚職とか防いでいたお金や不動産や株も同じ価値なんだから。無茶言いよる。異次元少子化対策って来年の秋からだっけ？希望に満ち溢れてるな。いやもうマジで20代30代は年金払わなくていいぞ。もらえない金を積み立てるってマジで意味わからんわ。言ってことと悪いことがあるんだぞ。20代30代はもう完全にアウトな世代だからな。生子もらってた時期あるけど毎月カツカツだから親戚の香典出すのもなかなかだよ。平穏ならいいのさ、贅沢さえしなければ何の心配もないけど、イレギュラーなお金は一切出せなくなるよ。生子はマジで世間のしがらみが全くない限りきついからね。そうなんだよ。友人とたまに遊ぶ金ぐらいは出せるだろうけど満タンにのお金が無理だったわ。電化製品が壊れた時のために少しずつ少しずつ貯めておくのが関の山。いや、ジジイになったら釣りでもしながらのんびり過ごしたいのだが。現役で働くのはいいけど、次の世代に椅子を譲らないのはなんとかしないと。生涯どころかあと10年も働ける気しないわ。ワイもこの暑さで、もう生きられないって思った。丸沼で働けですか？当たり前だろ。日本は年金で富豪みたいに悠々自適な生活は保障してないで。70超えてまで賃金労働とか悪夢だろ。地獄しかないやんけ。いつから日本は社会主義国家になったんだろ。安くしてほしい税が多すぎて丸みたい。何の恩恵も受けてないのに、支払いが多すぎる。それなもう少しで介護保険も払わないといけなくなる。介護保険は年金から天引きされます。ご安心を。この制度だから取り立派ぐれないから、どんどん値上げしています。ひどいよ。生涯現役って普通職人とかが語るセリフだよな。警備、コンビニ、飲食は本当に高齢者増えた気がする。それに清掃とか管理人まで高齢者大歓迎で募集してるよ。60代70代当たり前らしい。なんなら80代でも。スローガンはいいから、どうやって実現するのかお前が語れよ。100歳でコンビニバイトとか警備員とかギャグだ。介護とか人少ないところで働いてくれたら助かるのでは。現役時代にしっかり働いて子育てに金注ぎ込んでも定年後は年金で安定した生活ができる方が希望持てるよね。すでにファミレスのホールバイトなんて70代のババアとか普通にいるからな。もう予兆派出てるよ。他方、年金を払わずに生きてきたけど生活保護がもらえるようになったから65歳で仕事辞めましたという人の記事が新聞に出てたわ。でも AI ロボとかで人がだんだんいらなくなるんでしょ。80や90が働ける職場なんかないだろ。政府の都合でありえない理想を口にするもんじゃないよ。国民は政府の奴隷じゃないんだから。地獄と現世の差がなくなってきたな。キッズの頃なんかマクドナルドはお姉さんしかいなかったのに、今はおばさん通り越しておばあさんではってのもいるわ。お前がキッズの頃に見たお姉さんがそのまま働き続けてるんだよ。お前ももうキッズじゃなくておっさんになってるんじゃないか。2000万貯めろっていうが貯蓄額の中央値見たら絶望的じゃね。日本人の半分は生き残れないだろう。中央値すらないよ。40までにファイア目指してるのに。店やらも100歳だろうが履歴書持ってきたら強制的に雇わないと必死に怒られるんだな。そのうち年齢制限や学歴制限自体撤廃されるやろな。働いてやるから60定年なくせ。定年後再雇用で給料下げるのやめれ。絶望感パない。接客は若い人の方が客が呼べる。肉体労働も年寄りは無理。年寄りに何やら好きなんだろうくさ。介護保険料は10年後いくらになってるかな。ちなみに10年前2013年、平成25年の年金保険料は15,040円。今年の年金保険料は16,520円。約1500円の値上がり。年金払いたくないの見え見えな策だけどさ。まあ適度に働くのは良いこと。ボケ防止になるだろうし。年金定期便来たけど、1ヶ月あたり3万円やったぜ。水だけ飲んで生活するか。国民年金全額免除の方がもらえる年金多いからな。ほんと不公平な制度だわ。それなら生子もらえるから安心だね。自分みたいに生子とほとんど同額の年金が、一番悲惨。もはや年金って何なんですかねって単語を疑うレベル。
まあでも政治家って80過ぎても働く変な生き物だよな。長寿化なんだからそもそも分かってたことだろ。所得倍増計画って何だったんだ？寝言か？目が覚めたら消えた夢。2倍にするという意味ではないのでって言ってたよ。1.01 倍でも倍は倍や。バカなんじゃねえの。ジジイになったら普通は働かねえんだよ。はるか昔からそうだろ。生涯働けとか正気か？生涯、年収300万円未満で働けってか。それよりも民間も定年を伸ばせ。求人の年齢制限なくなるの？求人の年齢制限なくなっても、実際には採用されない。どうにか自分にできる仕事を探すんだよ。清掃とか介護とか。唯一できるのが単純作業前提の肉体労働かもね。年取ったら年金暮らしなんて甘い考えは捨てろってこと。そんなのは昭和平成で天寿全うした世代で終わり。理不尽だよね。厚生年金保険料は明らかに昔より高いのにサクサ。その金は若者から搾取してるからな。そんなシステム続けられるわけがない。で、ベーシックインカムとやらは来る可能性あんの？ 0%？ ベーシックインカムなんてやったらもっと丸沼で働くことになるぞ。うちのじいちゃん元国鉄だったらしく、ばあちゃんと合わせて老後はクソ金もらってたな。こんなに金使って大丈夫なのかよって感じだった。帰りにスーパー寄ったらばあさんが若い子に注意されながら品出ししてた。仕事の先輩なんだから当然のことだよ。生涯現役とかディストピアなんだが、今年金で何不自由なく暮らしてる連中が憎い。うちの両親は母親が専業だったから父親の年金だけが頼りだから贅沢できない感じだけど、共働き夫婦だったところはすごいんだろうな。うち共働きだったけどそれでも減らされてるから損してるって愚痴ってたで。60過ぎても会社に辞めないでくれって言われて働いてたから65までもらえんかったし。そうなのか。公務員夫婦じゃないと贅沢は無理か、生活は困らんってくらいで。まさか本当に年金全面が勝ち組になる時代が来るとは誰も思わなかったろうて。氷河期の20代はみんな言ってたし、もらう気ないって感じ。で、新しい資本主義って何なんだよ。どんだけ引っ張るんだよ。答え言わないまま辞任になっちゃうぞ。将来世代の幸福をシルバー世代で奪い尽くした日本。これ70代で若手とか言われる会社が出てしまうぞ。90歳の新人とか胸熱だな。誰でも働けると言ったが誰でも働けるわけではない。高齢者になればどうせ働くのは無理。働きたいなら事業でも起こせ。60過ぎてまで雇われようとするな。田舎の消防団は40で若手。働かなくても食っていけることを完備した後の話ならばわかるけどな。セカンドライフも労働生活とか笑えねえっすよ。働けなくなったものは。脳も体も衰えない前提の話だよな。機体か技術でも確立してからええよ。働きたくねえよ。これとは別に政治家は55歳くらいで定年にした方がいいけどな。東大出て官僚なってやるのが老人介護じゃやる気せんだろ。お前らが子供作らないのが悪い。99歳バイトの面接行ってきます。くさ。生涯労働になる原因が少子化なんだから、子供手当増やすとか子育て負担をもっと手厚く減らすとかしないと。少子化の原因は結婚しなくなったことだから、子供手当なんかいくら出しても子供は増えない。婚外子は増えるかもしれないが、誤差程度の効果だろうな。独身が金ないと意味ないよな。絶望しかない。老後も働けとか絶望しかねえよ。老後はゆっくりさせて。60歳で仕事はリタイアして、昔学べなかったことを勉強したいんだが、優先順位は学問仕事なのかね。金があれば仕事しなくていい。趣味と興味で新しい発見してもらいたい。60になったら無職になる予定。資金もあるし、20歳の時親父に無理やり入れられた年金保険がその当時に合わせた60歳から支給。親父に感謝だわ。さて人間は何のために働くのか、食べるためだけに働いて生きてるのか、とてつもなく難しい哲学的な問いだけど、ちゃんと皆は解けてるかな。仕事だけじゃなく普通に生きてるだけで働いてるのと同じだと思います。ご飯食べ物片付ける、風呂入る洗濯掃除する労働だ。働きたくなくても働かないといけない老後になるな。むしろ本当は働かなくても生きていける社会を目指すべきなんじゃないのか。これは資本主義とも共産主義とも相入れない考え方かもしれないが。60超えたらゲーマー生活で賞金稼ぎでもするか。と片や運転手や日雇いしかやってこなかった人が生涯現役で働かなきゃならないなんてありえない。机の上で物事考えてるお役人ばかりで、この先無理じゃないの。現実問題として、極端に老いると戦力にならないんだよね。老後ぐらい孫の成長見ながらゆっくりさせろよ。少なくとも男は50くらいから体力がたっと落ちるし、体もあちこちガタが来る。70超えたら元気がなくなる。やっぱり60が限界だよ、労働は。65で辞めたら70まで5年間しかない。俺は嫌だね、働くの辞めたらはい終わり、なんて人生。嫌でも受け入れるしかない。働かないということは、他の誰かの働きに依存する貴族的な存在になるということ。貴族は少数だから成立するのであって、人口の何割かが貴族になるような状態は持続できない。もう本当に今回の資本主義は限界点に達したんだな。次のクールは世界大戦でリセットの番だ。新しい社会主義じゃないの？何かにつけて補助金を出すあたりは社会主義のそれかもな。働ける奴は働けというのは共産主義の基本理念だ。キリスト教と共産主義が共通している面白い点だね。どちらも働かざる者食うべからずという。深夜コンビニでバイトする老人。よも待つ。
バカ野郎。じじいになっても働きたいやつなんていねえよ。70歳80歳でも働ける仕事に就かないといかんのか。ますますブルーワーカー離れが進むな。むしろ高齢者雇用なんてブルーワーカーだらけよ。警備や清掃なんて典型的なブルーワーカー。求められることが細かすぎる。年金で老後は第二の人生旅行三昧で楽しむなんてできたの1990年以降の10年ぐらいだよな。政治家がみんな70オーバーでも働きたい金稼ぎたい人間しかいないから、一般人は生涯現役なんて望んでないとは思いもよらないのだろうか。願望じゃなくて現実の問題として、労働せずに生活していくのは難しい。平均寿命が80年を超える社会で65定年で成立するわけがない。大企業には全従業員の 10% を高齢者にするよう義務化しろよ。現状でも高齢者を雇うと補助金が出るから似たようなもんだ。老後の仕事って介護か清掃員だろ。誰がやりたがるんだ。他にどんな仕事なら誰もが殺到してやりたがる労働ってあんのかな。お金さえあれば働かなくていい。大学出たら60年働かないといけないのか。うん、地獄だね。まあでも体動けるなら週2、3日は働いた方がいいとは思うけどな。家の庭掃除で十分です。まあ逆に働かない人はその間に何をやってるのかも気になるところだけど。何も期待していないよ。お前らは20代前半で定年退職してるのに。新しい資本主義っていうよりもう新しい階級社会の始まりなんだろうなこれ。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。